セルジオ・ファンダイクは、オランダのアッセン出身の元インドネシア代表サッカー、選手。ファーストネームのセルジオは、1982フィファ、ワールドカップに出場した、元ブラジル代表のセルジーニョシュラッパに由来し、ブラジル代表のファンだった母親によって名付けられた。フロー人間の下部組織で、アリエン・ロッペンと一緒だった。オランダでは、フロー人間、ヘルモント・スポルト、エメンに所属した。 2008年、ブリスベンドアーに移籍した。2008から09シーズンは12得点6アシストの活躍だった。2010年、ブリスベンドアー所属の2シーズンで25得点を記録した後、アデレードユナイテッド FC に移籍した。2010から11シーズンは30試合17得点を記録して、A リーグ得点王に輝いた。 同年の AFC チャンピオンズリーグ2010でも7試合2得点を記録した。A リーグに所属した4シーズンで通算50得点を記録するなど成功を収め、A リーグを代表する外国人選手となった。2013年、プルシブ・バンドンに移籍した。同年、母親が起源を持つインドネシアの市民権を取得し、インドネシア代表としてオランダ代表戦に出場した。 2013年12月、セパハンに移籍した。2014年、スパンブリーに移籍した。2016年1月17日、6年ぶりにアデレードユナイテッド FC に復帰。しかし、同年5月には、プルシブバンドンに復帰した。プルシブバンドン対談後は、オランダのアマチュアクラブである、VV ペリカン S でプレーした後に、現役引退。2013年、 インドネシア代表として初出場を果たした。ありがとうございます。